マイプロジェクト TV の伊藤源です。自分は一体全体どういう人間か、自分をね客観的に見ることができればそんなもんいちいち考えなくても分かるでしょっていうところがあるかもしれませんが、真面目な人に限って現在の自分の姿に理想のこうありたいってい う, こうその理想像を重ねてしまって正確な客観視ができなくなっちゃうっていうこともね稀にあります。普段は真面目な性格で目立つタイプじゃないんですけど、ちゃんと挨拶もできる爽やかな先輩だと思ってたんですけどね。まさか会社で漏らしてしまうなんて未だに信じられません。みたいに他人の目にはね、自分は一体どういう風に映ってみるのか考えてみるのもいいかもしれません。またお腹痛くなってきた。そこで今日は共映的事故をご紹介します。共映的事故とは、他人という鏡に映る自分を見る。他人に自分はどう映っているのか、他人の自分に対する言動や態度から自分はどういう人間なのかっていうことを判断すること。そこで今日は伊藤ちゃんが今まで他人に言われた意外なことをご紹介していきたいと思います。では行くぞ。お前って三浦淳に似てるな。三浦淳さんに似てるか。似てないだろ。大体あの人サングラスしてるからわかんないよ。その先輩曰く、嫌なことはやらなくて好きなことだけやってるっていうところが似てるって、まあそれは合ってるな。伊藤健さんって美人にしか興味なさそうこれ単純に僕が未だ単身っていうだけで、それだけであたかも彼女や奥さんに求めるハードルを上げすぎてるって話でしょ。あのね、こう見えて僕ね、人を外見で判断しないから。この人は何か人に言えない趣味がありそう。うるせえよブス。人に言えない趣味大ありだよ。雑魚 YouTuber やってんだよ。結局人の目を気にすぎてもしゃあないんだけど、自分がどういう人間かを知るには他人の目もね必要っていうこと。つまり自分のことを考えるとき、できるやつは自分の自己評価だけでなく他人の評価も大いに参考にするわけだ。自分とはどういう人間か、自分は何がやりたいのか、そして自分は何が得意なのか。自分のこととなるとね、何でもかんでもこう自己評価してしまいがちですが、自分のことは自分が一番よく分かってるっていう、こうそういう固定観念もあるじゃないですか。そこをねあえてこう他人の意見をねどんどん取り入れていきたいところです。というわけで今日のおさらいです。共映的事故とは、他人の意見や態度から自分はどんな人間なのかを理解すること。自分のことならなおさら、自己評価で完結せずに他人の意見にも耳を傾けよう。うんこ漏らした事件もそうなんですけど、僕ね結構ね動画で言えないエピソードが割とたくさんあるんです。血のおしっこが出てきて女医さんにこう絞られた話とか、出したらお尻から大量のが出てきた話とかね、大体こう情けないオチの下ネタ。どっかね機会あればお話します。あと需要があればチャンネル登録よろしくお願いします。